あ？ただいまりちゃん。お腹すいたね。ご飯食べる？ご飯食べる？ご飯食べる？ご飯食べるか。今息子学校に送って帰ってきて、今日はちょっと帰ってきてから私を久しぶりに撮ってみようかなと思います。まずね、今朝はね、私朝ごはん食べる時間なかったから、朝ごはん食べる。バナナヨーグルト蜂蜜がけ、もうキッチンで立って食べちゃう。いただきます。みんなさ、朝ごはん何食べる？私は前の日めっちゃお腹空かせて寝れた日は汁ご飯とウインナーとかがっつり食べるし、昨日の夜は息子寝かしてからもどうしてもお腹空いてステーキ頼んで一人で食べてて、だから今日の朝はバナナヨーグルトって感じ。今日はお仕事があるからメイクしていこうと思います。今はね、息子送りに行くだけやったから、おなじみの素顔の CC クリームとヤニドールのお粉パフパフってした感じ、チークと眉毛だけやりました。私さ、10年ぐらい同じメイクしてるんけど、そんだけ使ってるとやっぱり廃盤にしちゃうわけで、今まで何回も私の好きなずっと使ってるコスメたちがいろいろと廃盤になって、その度に必死でさ、どっかにまだなんか売られてるかなっていうので探したりとかして、どうにかつないでつないでやってきてんけどさ、ずっとさ使ってるマックのね、リップツイックっていう色があって、ついに廃盤になって、廃盤っていうかリニューアルになって、それは知ってたよ。ちょっと前にもうリニューアルされるからなくなっちゃいますっていうのを聞いてたから、 2,3 本だけ買いだめしててな、なくなっちゃって、まだあるかなと思って、まだどっかに1本や2本ぐらい売ってるかなと思って、マックのね店舗さんに、ツイックってもうありませんかって電話してさ、じゃあ渋谷のどっかのね店舗のお姉さんがね、一人めっちゃ親切なお姉さんが電話で出てくれはって、店舗が8時までやってん。私7時59分ぐらいに電話しちゃってんやんか、夜のね、もしもしって電話を出てくれはってから、8時やんってことに気づいて、まあでも出てくれはったから厚かましく、ちょっとこういうツイックって色をずっと使ってて、もう廃盤っていうか、もうないですよね完全にみたいな言ったら、もうないんですけど、ちょっとどっかにあるか探してみますねって言ってくれはって、でもお姉さんすいません、もう8時で閉店時間だから、もう全然またもう明日とかでもいつでもいいんでみたいな言ってん。ほんとすいません、こんな閉店の時間に電話しちゃってみたいな、したら、全然大丈夫ですよ、もうむしろもう閉店なんで、もう全然大丈夫ですよって言ってくれはって、一回じゃあ電話切ってすぐ調べて電話しますねって言ってくれはって、ほんまもう5分ぐらいで電話くれはって、もうめっちゃ親切やんか。ほんじゃなんか、そのやっぱり探したけどもうなかったです、どこにもなさそうですって言って、ですよね、もう大丈夫ですって言ったら、この何々っていう色のペンシルとこの何々っていう色のリップを重ねてもらうとめっちゃツイックの色になりますよとかも教えてくれはって、なんて優しいのと思って、お姉さん帰る時間ちゃいますのって、ほんまにごめんなさいねって思いながらも、ありがとうございますみたいな感じで教えてもらって、すぐ私もネットでさ、お姉さんが教えてくれはった色のペンシルとかも見て、お姉さんが言ってくれはった通りにしようかなって思ってんけど、なんせ私めんどくさがりで、手短に全て終わらせたいからさ、だからやっぱリップペンシルってさ、私の中ですごい時間をかけるイメージがあるのね。もう絶対に鏡を見て、当たり前やけど、こうやって丁寧に塗らなあかんってイメージがあるから、私は出先やったらもうノールックでリップ塗ね、もうメンソレータムのリップをノールックで塗って、でマックのリップをこうなんとなくで塗るみたいな感じやから、そんな私にはさ、リップペンシルを日常使いするっていうのはちょっとハードルが高いなと思って、やっぱり一回見に行かなあかんかなと思ってさ、もうお店に直接、ただ私ほんまにコスメのお店行くのが苦手やねん、私ほんまに苦手やねん。なんでかって、もうまずコスメにほんまに疎いから、自分のこの情報量で行くのもなんか気まずくて、気まずいっていうか、誰もそんなんさ、お姉さんたちはみんな優しいしさ、誰もそんなこと
気にも留めてへんと思うねんでってやっとやねんけど、ただ私が勝手になんとなく。でちょうど息子の夏休み実家の大阪にいたんですけど、まあ、その間もお仕事の時は一人で大阪から東京に行ってたのね。でたまたま東京に来た日に帰りの飛行機まで時間があったから、もう今行くしかないと思ってマック行って、ドキドキしながらね、めっちゃドキドキしながら一人でさ、いろんなリップをさこう手に塗ったりとかして、その欲しかったツイッグのさ色にできるだけ近いやつと思って色をさ試せて、ほんでまあようやくあこれかもみたいな、自分の中の2代目ツイッグをさ見つけたかもって思って、一回やっぱさ口には塗ってみたいやん。私はもう意を決してね、もうほんまにデパコスという場にもうドキドキしていくねんやんか、もう自分なんてふさわしくないと思っていくねんやんか、質問するのでさえ私はもうほんまにドキドキするねん。だってもう 今まではさもうツイックしかないから、ツイックしか決まってるから、もうさささっとマック行ってツイックだけを取って、はい、これくださいって渡すだけしかなかったからよかったんやけど、今回はそのさミッションがいろいろあるわけよ。もう意を決してお姉さんにこの色塗ってみてもいいですかって聞いてんな。ほんじゃあもちろんです言ってくれはって、私はねだから何回も言うけどデパコスに慣れてないから、デパコスっていうかコスメを買いに行くというものことに慣れてないから、私の中ではリップ塗りたいですって言ったら、あどうぞどうぞって感じでブラシだけパッと貸してくれはって、その場でピュピュピュって、あいいですねこれくださいみたいなのを想像してて私は。ほんならさお姉さんがさ、もちろんですこちらお座りくださいって言って、あのデパコスのあの女優未来みたいな鏡の前で、あのなんか映画の撮影中の椅子みたいな椅子に座らせてくれはって、エプロンかけてくれはって、やばい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 と思った私人生で初めての経験ね。しかも一人ぼっち。超ドキドキすると思って。めっちゃドキドキしながらその映画撮影中みたいな椅子に座らせてもらって、お姉さんがリップブラシ貸してくれはって、私が塗りましょうか、自分で塗りますかって言ってくれはって、そこは、あ、自分で塗りますって言って、自分で塗ってみて、もしあ、めっちゃいいやんと思って、なんかそこでさ、私もさ、なんか素直に、え、めっちゃいいですっていう気持ちやね、ほんまは。あ、もうこれにしますみたいなテンションやねんけど、もうなんせめっちゃ緊張してるし、すっごい私の中でデパコスって敷居の高い、なんか自分なんぞが行く場所じゃないと思ってるから、なんかそんなことも言われへんくて、あーみたいな、お似合いですみたいな、言ってくれはって、あ、ありがとうございますみたいな、いいですみたいな感じになって、あ、もうほんまに最悪やと思ってさ、なんかほんまにごめんなさいお姉さんみたいな。ほんで、これにします、とまでを言えて。ほんじゃお姉さんが、チークも合わせて塗ってみますかって言ってくれはってな。オーマイガーと思って、私はほんまにそんなことも結構です、とんでもございませんって気持ちやねん。もうそんなもう早く私はもう去りますねここからみたいなっていう感じやねんけど、私普段さ自己肯定感めちゃくちゃ高い方やねんけど、私ほんまデパコス行ったら自己肯定感ガーンって下がるやんか自己肯定感が下がるっていうか、もうほんまにもうすいませんすいませんっていう感じになんねんな。そこで私もあもう大丈夫ですもうこれでさっと帰りますって言えればよかったのに、もうさそんな気持ちないってお姉さんのさ時間ももったいないや、そんな気持ちのさやつにさお姉さんの時間を取らせてさやってもらうのも、だからささっとあ結構ですありがとうございますって言えばよかったのに、私もそこでもなぜか言われへんくてありがとうございますってなってでお姉さんがさ、私もさ仕事終わりで必死に緊張しながらおるからもうテッカテカなわけね顔も、だからちょっとそしたらファンデーションも塗りますねって言ってくれはって、あもうどうしようと思ってさ、多分みんな返す何をそんな大はす何興奮することかって感じだと思うねんけど、私の中ではほんまにもうありえへんことで、私の中ではね、そこに私が座らせてもらってお化粧してもらうなんて恥ずかしくて恥ずかしくてドキドキしてね、おこがましくて嫌とかじゃないよ、なんかもうどうしようみたいな。ほんでファンデーションもさ綺麗に塗ってくれはって、チークも塗ってくれはって、ほんで結局どうされますかみたいな、完成ですみたいなのって、じゃあリップだけいただきますってなってそういう時ってさリップだけかいみたいに なってたんかな、お姉さんごめんなさいなってたらそんな優しい優しいお姉さんやったから、そんなさこと思ってはれへんと思うね、もちろんね、申し訳なくて本当に私がそんな時間を取らせてしまったことが。ほんでや結局手に入れたんです、私は私の中の2代目ツイッグを、名前ツイッグでもなんでもないんだけど、
でもそのお姉さん最後にさ、バイバイの時にさ、頑張ってくださいって言ってくれはって優しかった。アイメイク終わったから、そのリップですよ。マキシマルシルキーマットリップスティックスイートディールっていうやつ、私なんと買って2日目に折ってしまったんです。ここだからもうグラングランで今塗ってんねんけど、折れちゃってて汚いからさ、申し訳ないねんけど、色こんな感じ。前に使ってたツイクがこれ、こっちが今回買ったスイートディールっていう色。めっちゃ似てるやろ、画面越し見たらほぼ一緒やこんな。ナイス、よく見つけた私。軽く塗っててんけどこんな感じ。もしも私のようにツイクがなくなってショックを受けてる方がいたら、スイートディールおすすめです。私的にはなんかウォーターサーバーの空きボトルがポツンとあるけど、ちゃんと乾いてるよね。相変わらず食器洗い嫌いやけど食洗機使ってないです。みんな使ってる食洗機。実はね、私の大好きなリーボックさんと私のブランドトースタルジッククロージングがコラボしまして、コラボスニーカーが発売します。もうほんまに夢みたい。本当にもうめちゃくちゃ可愛いさスニーカーができたので、ぜひチェックしてもらいたいんですけど、トースタルジックのインスタとかチェックしてみてください。この掃除機さ、ダイソンやつやねんけど、最近ダイソンさんからプレゼントをしていただいて本当にありがとうございます。あの案件とかじゃないねんけど、ちょっとほんまにさ、めっちゃすごくて、これもともと私持って掃除機はずーっともうダイソンやねんけど、最近まで使ってたもともとのやつもあんねんけど、これがさすごくて、見てほしいねんけどさ見て、わかった光んねん、この下が光るからさ、ゴミが嫌なほど見えんねんやんか。めっちゃ見えんねん、ほんまに。もうめっちゃ面白くて、それがこの光る掃除機めっちゃ楽しい。掃除したくない。アリソンの毛がすごすぎるからさ。あのさ掃除機ほんまにすごいね。ほんまに案件とかじゃないけどということで、私はお昼ご飯を食べます。グリー読みながらね、 iPad で。今日のお昼ご飯は山盛り白いご飯と、多分おかわりするかも。ほんまに見せるほどでもないねんけど、あの息子のお弁当に今日入れたピーマンの肉巻きを多めに作ったので、それを食べます。お箸は青とこの緑が1本ずつどっか行ったので、ちぐはぐな感じで食べます。ということで、お昼ご飯をこれ食べて、もう言うてる間にお仕事行く時間なので行ってきます。でもお仕事から帰ってきたらすぐ息子のお迎えで、今日は息子の習い事に行ってきます。そんな感じ。バイバーイ。